ブルーベリーを一つずつ摘み取る園児たち。鳥羽市の観光農園が食の喜びを感じてもらおうと、地元の幼稚園児およそ30人を招待して行った収穫体験です。園児たちは農園のスタッフから完熟した甘いブルーベリーの見分け方を教えてもらった後、ブルーベリーを摘み取っては口に放り込んでいきました。甘酸っぱかった。どうですか？おいしいですか？この観光農園では明日から食べ放題も行うということです。